棋戦も未曽有の不可抗力でゲーセンや大会がなくならざるを得なくなってしまっているのを目の当たりにしました。少しでもあの異常なゲーセンスト通熱を取り戻すために受けました。伊藤さんがやっぱり負けたっていうのは、まあ、僕も結構ショックだったんで、もうスト2 の楽しい要素全てが結構詰まってるんで、100年遊べる竜ガエルに匹敵するぐらいのカードじゃないかなって僕は個人的に思ってて、今回の10先でフジモンも負けたってなると DJガイルでガイル側に天秤が傾くと思いますんで、まあ僕が勝って、まあ、元の状態に戻したいなとは思います。今現状スト2界でできる日本最高峰のカードだと思うし、まあ結果は3年前の獣道2と同じリザルトになると思います。お待たせしました。まずですね、この場を借りて、まあ、2人がね、このカード受けてくれたってことが、まず、本当に僕も嬉しいんで、この場を借りてお礼言いたいと思います。ありがとうございます。見たかった人もね、すごいたくさんいると思うし、まあ、獣道無敗のね、小高に対して、まあ、今回、藤本君が挑んでくれるってことで、まあ、なかなか、まあ、こういうカードって実現しにくいんですけどね、まあ、今回のこういうコロナ禍っていうこと、まあ、さっき V の中で小高も言ってくれてたんですけど、まあ、こういう厳しい業界、なんですけど厳しい状態なんですけど、まあ少しでも盛り上げたいってことで、まあ僕は本当に嬉しいですね。それでは最終戦いきたいと思います。じゃあお名前と意気込みだけ、いつも通りお願いします。カメラこちらです。はい、フジモンです。まあ今回PV にも載ったんですけど、まあ以前獣道で、まあ伊藤 DJ と、まあ、小高商店がやって、まあ、僕その時ちょっと解説だけやらさせてもらったんですけど、まあ、その時すごい僕も対戦したかったんですよ、小高さんと。まあ、でも、まあ、なかなか、ね、そういうことなくて、まあ、今回この10先で、まあ、お声がかかったんで、まあ、これで今回まあ決着 つけようと思って、まあ、今回、まあ、ここに立っております。まあ、DJ ガイルってもう本当にすごい面白いカードで、もう基礎通の基礎がね詰まってる組み合わせなんで、もう一瞬の刹那のね駆け引きがね本当に熱いんで、楽しんで見ていってもらえたらなと思います。小高商店です。まず、まあ、格ゲーの根っこストツとゲーセンに今まで根こそぎ御礼申し上げます。で、まあ、タイザイトの、フジモン DJ、勝率大会戦績、まあ、正直言って文句のつけようがないんですけど、まあ、ただ一つ足りないものがあって、まあ、それ愛なんですよ。いや真面目に俺からするとその愛は俺一回も感じたことない。うん、正直いやそれ見せつけてほしいっつうか見せつけられんのマジで。以上。はい、ありがとうございました。それじゃあ2人準備の方お願いします。さあ、じゃあ最終戦の方ですね、実況解説は吉尾と2回転にお願いしたいと思います。さあ、最終戦もよろしくお願いいたします。吉尾でございます。2回転です。まあ、今回誰もが注目しているカードですね。さあ、今愛のことは何でしょう。今フジモンが最近グラブロやってたっていうことを言っているのか何なのかちょっとなるほど、はい、あれでしたけど、フジモンもこの1ヶ月はグラブロ封印してましたからね。はい、はい、言っておりました。ゼタが大好きフジモンですが、うん、さあそしてガイルとしては今2敗中ですので、はい、最後ぐらい、はい、では行きましょう。スタートボタンよろしくお願いいたします。さあ、キャラクターを DJ に選んでいただき、スペシャル FT10 ラウンド4ファイナルカード
小高商店街対フジモン DJ お願いいたします。盛り上げていきましょう。さあ事前のアンケートでもキャラ差はほぼ5分、はい、ガイルやや有利という結論でした。歩き投げ開幕見せますね。これはまたやる気を見せてきました。さあ DJ ガイルはまずこのソニックとエアソンの打ち合い、ここから始まっていきます。近づいた時にどうやってダメージを取るか、これの取り合いが非常に熱い。裏剣でダメージを稼いでいく小高。サーマー待ち、ここは読み合い勝ちました。ソニックでスライディング潰す。小高まだノーミス。フジモンが寄ってくるですね。今のところ大キック、ここは我慢をしている。ここで千代氏、最後エースターミスですかね、はい、ダイパンに対して千代氏入りました。これは近寄ってからは DJ の方がいけると思うんですけども、ただなんですけど今その唯一飛んできたところをサマーマチですからね。そうですよね、ちょっと今はすごかったです。さあ一回前に近づいて押し返すのは非常に正解なんですけど、はい、そうするとスライディングの前に入っちゃうのでやはり離れたいというところですね。さあ壁端近いぞ、ここは危ない。あっとこれのところしゃがみ強パンチ、歩いてしゃがみ強パンチですからね。スーパー入りましたね今。あれはスライディング潰しのしゃがみ中キックに対して最大を取りに行ったというところですね。さあ1個ミスったが対戦には影響なし。おっと先飛びから投げる投げる投げる、しゃがみ強パンチピオル。さあ繋がらないが繋がらないが一気に追ってきますね。あれがあれなんですよね、あの4段ガイル結構入りやすくて、あしかも中あのめくりの端なんでめくりないんで、はいはいはい、あれが結構最大らしいです。しゃがみ強パン弱エアスラッシュスライディング、はい、藤本本人に解説してもらいました。あさあジャックマチこちらも読み合いで勝っている。めくりガード素晴らしい、しかし投げが受け身ない。おー自宅の下段投げに対して投げ返しをするとこのヘリしかしザガミ大キックなんとか来た。うわーここでなんですよね、あと一発っていう時に前ジャンプ前ジャンプ、あ非常にきつい。リフトアップは潰れましたね。リフトアップは潰れる上にそもそもダメージが小さいですからね。なるほど、うん、さあどうだ、画面端は近いぞ。あそこいいですね、ジャンプ大パンチの早出しを狙ってちょっと遅め大キックなんですけど、それに対してジャンプ大キックという。なるほど、そうなっております。さあ押しが乗り方がうまい。さあスラスラそばっとそばっと、うわー大ジャンプここで決める。そうガイルも飛べるんですよね、ソニックに対して3段を決めるのは難しいですけども、エアスラに対しては3段が決まりやすい。エアスラ決まりやすいですね、うん、さあこの相打ちが結構 DJ のジャンプ台が減るんですよね。減りますよね、うん、さあどこで仕掛けるか、飛ぶ一発当てて、これで戦いリードになる。さあここは画面端だぞ、きついがどうだ、なんとかしのぐ。うん、さすがのスキン中足飛ぶ、バックジャンプ、サーバーがある状況、サーバー飛ぶここでも飛ぶ。前半戦での右背の飛びも含まれてます ね、 ね、あのなんですよね、あの画面端行くとスライディングが強すぎて、はい、でそれを狙った動きに対してあれ逆タクのエアさんも超強いですよ、全部に返しますからね、なので結構やつら打ち勝ちになっちゃうんですね。あ逆にそれを読んでさらに前飛びということなんですね。さあ今の裏剣は例の伊藤 DJ の大活躍したやつに対してのあれかもしれないですね。あこれはかなり小高用の人呼びで今スラ打った可能性があります。さあソニックやつらリードは DJ なので少し DJ が見てからでいい。しかしどうだ、前ジャンプしたところで一本勝ちした、珍しい。
っとガードガード敵を完全に見ている。おっと相打ちになっている。サバーを出して、これは早めにというところでしょう。しかし読み切ってましたね。あの前歩きスライムに対してほぼないんですよね、いい技が。なのでもう早めにそばとサバー打っちゃうというところだと思います。中足を切ればダメなんでしょうか。中足を切ればね、あのあれなんです、画面端のスラってなんかいい感じで持続になったりして、はい、そもそもスラで割り込めなかったりするんですよ。あ、なるほど。さあ、マコの前ジャンプ決める。しゃがみショーキックダブル。さあ、お互い強気強気ですね。おーっと、これはエアスの関係。トリが入る。これは相打ちで OK という判断。しゃがみ中キック潰す。おー、フジモンの動きが重たい。あの歩いてしゃがみ、今日かなりあれですね。あれですか、プレッシャーに負けてボタンを押しちゃうとこですよね。本来は置きで機能する技ですけど、はい、歩いてしゃがみ、歩いてしゃがみ、ゾーパンチ。サマーマチ、ここでも自分は飛ぶが、サマーマチ、これはでかい。しかし、藤本も飛びよう。おっと、中間でピヨッチ、やばい。3ヒット、これは削りが、これはもうダブルを出すしかないというところ。ちょっと不運なピヨり方でしたね。さあ、シャブチョキ、風、これは下げ止めミス、投げが入って、かなりこれはガイルペースになるところでしょう。おっさ、ちょっとソニックミスがあるか。さあ、コタスペ狙っていきますが、さあ飛ぶ、後ろ下がってソニック、うまい。今のはソニック狙いのスラムね、すかす後ろ下がりでした。さあどうだ、今の狙ったのかミスはちょっと分からないが、我慢した。さあ端っこ我慢した。後ろ下がって、後ろ下がったり、エアサが刺さる。おサブサブ、おジャックマッチ、これはやりきってない。おお一瞬待つ、一瞬待つのは今いい判断。どういう読み合いだったんだ。ダブルサマーは出せなかったんですね。しゃがみショーパンなんで、はい、あれなんですよね、あのサマーはとりあえず下げれます、はい、ダブルに対して下げるから結構ちゃんとやったらいける、下げれるんで。ダブルでも削り込んでたかもしれないんで、難しい、難しいところですね。今から前飛びましょう。いい打球、けだがわした。この相打ちね、相打ちでしゃがみたキック、先ほど投げを見せたのでというところでしょう。踏み込みすらも長すぎる、長い。おっと相打ち、今回も下段飛ぶ、チワシチワシ、体力落ちきましたね。あーと飛んでいる。今のジャンプ中キックだったので、ジャンプ大キックだと思ってしゃがみ中だったのか。あ、そういうことか。可能性ですかね。なんで下ってしまって、なんとつながる。さあお互いかなり飛びが多いので、はい、見てからの応酬ですね。最速ではない、最速まず来ました。さあ地味な寄るとやっぱり最速に行かないといけないですね。地味なところですが、地味に読み合ってる。やらー、トリック狙う、うわトリック狙う。スタブの隙だが、前焼き、しゃがみ強パンが1、あ、1、しゃがみ強パン上がれ。すごい押し引きがすごいですね、フジモン。とと開幕前スバットは空にもエアスラにも相打ちと取れるというですね。あ、そうなんですね。なかなかいい。さあ今2バズーから後でサマーマチしましたね。すごい。なるほど。うん、ソニック打ちたいと見せかけての ポイントですからね。大島ライ、ここがよく打った。しかし総裁できる前を迷わないですね、2人とも。伊藤戦でかなり機能したコタスペは今回かなり警戒されてる感はありますね。ちょっとフジモンの位置取りが遠いですよね。スラを置いたり、ちょっとずらして打ったりとかね。あ、なるほど。ね、投げる、が通った、まずいぞ、投げて、しゃがみ大パン、うわジャンプ大キック、早出し。
1対4。さあ、小鷹今までこう先行されることはあまりなかったですよね。そうですね、剣戦、DJ 戦、竜戦、竜戦だけ最初1試合から取られてましたけど、そこから勝ってますよね、うん、さあ、この3以上取られたのは初じゃないでしょうか。リバスピは非常に強い亀梨。画面の入れ替わりがかなりガイルに多いことですね、これは。これは下がり気味ソニックだけでいいというところですが、亀梨、こうなったらきついよ、こうなったらきつい。うおっと、さすが表面やってくる。しゃがみ中盤にヒット、さあ空託飛ぶがー、ジャックマッチ、ダブル様を出して、ここも無理せず、これはすごい。さあ、どうだ、飛びがかなり冴えてますね。うお、バックアップ、パン、めくりさせない。しかし、体力減ってるのガイルがあるですね。そうなんですよね、DJ はとにかく単発力が高くて、はい。さあ、マーバチ、この子はよく我慢した。ちょっと下がりソニック、うまいですね、スライディングに引っかからないように。さあ、コタスペもうまく避けながら打ちますね、エアスラを。飛ぶ、一瞬見てる間にその前になってるんですね。ガケンを透かしてヤスラ。さあ、開幕中足に中キック、これは読み勝ちました。さあ、ここでスタブとしゃがみ強パンが相打ち。痛い、ソニック頑張って打った。今あのソニック当たってくれてやっと離れますからね。おっと、さあ今度は大キック用のタイミングで、しかしサマーマチ機能しました。という精度だ。さあ、時間を使っていく。虹もまだまだいかない。ジャンプ、おー、前取り。ここはもう一歩画面端を見えてから前に行くっていう心理だったと思うんですよね、今藤本 DJ としては。ガイルがソニックを見ようとした瞬間にザクヤスだからっていうところだったんで、おっと、そうだ、これは対空ちょっとミスったか、おっしゃったって感じですかね、はい、さあ我慢した。しかしこの後もきつい。うガロッガロ長貫通してくる。なるほど、おおおお、ああまた入る、バジャンプ返せに切る、冷静。今サマー受けたかもしれないけどちょっと分かんなかったですね。そうですね、何やろうかな。ちょっどうした、いや、それは刺さる、スライディング、圧力がすごい。いやー、ちゃんと待ってる、さっきのみ。さあ、これは逆格でスパコンを使っていく。サマーで割り込む、やーっとマシンガン出した。強い、マシンガンを潰すのでちゃんとめくられてくるんですよね。そうですね、しかも再深めじゃなくて、はい、ちょっと浅めです、やや高めですよね。そうなんですね、結構あれでガイルガンも勇気いるんですけど、ちゃんとできるのは強いですね。さあ、2対5、フジモン先行中。この打ち合いはどうなってるんでしょうか。打ち合い自体は、はい、一応ためのフレームがソニックだけ1フレーム短いんですけど、はい、まあ、1フレームでほぼ関係ないです。ほぼ関係ないです。でやっぱりガイルの方がジャンプ長いんで飛び、はい、飛ばれるってのがあるんですよね。飛ばれるってなんですけど、リスクは超高いんです。なるほど、うん、それはなんでですか。ただ、おっと、裏剣、あのね、おっと、ここは我慢した、我慢した、しかし、3回目、うおー、コタスペ、開発、これは、
敵も無理じゃない。うわー、やっぱサマー待ちしたんですか。うーやすら、確かにサマー待ちしないといけないですね、今のは。おー、歩き上げ、どうした。しかしちゃんと受け身も取っているので全然振っていない。スラの方が減っている。さあ、スラスラどうだ。IH が非常に痛い。スラスラでソニックが抜けるんです。おっと、2回転目、これは確定、確定で入ります。トルネリ投げて、どうだ、あるのか、スパコンがあるので迂闊にもいけないが、飛ぶソニック、おおシロボットからの発狂のまくり。シロボットだからこその読み合いをしてきますね。しかもあのコタスプラケンね、よく調べたら、はい、結構スラを打とうとしてもスラの出来ばかやられるんですよね。あ、なんかあのコタスプラケン読んでてもスラで入れるっていうのはかなり難しくて、あ、かなり有効であれです。 DJ の人は若干高くなる瞬間があるんですよね、うん、ね。さあ、今のは前歩きガードだったので歩き投げを決めました。いい判断ですね。はい、しとって、うん、これはガイルペースだが画面端が近くなってきてるので、どうだ、中盤頑張った頑張った。さあ、ソニック勝負をした。はい、ジャンプ、ジャンプ、このラウンド1回目、いやー、打ち合い一つ一つにあの読み合いがあります、うん、さあ3対5、ちょっと追いついてきた感がですね、うん、内容は悪くない。おーっと、買いました、これ、おすごい、よくめくりガードした、深すぎてめくりガード一択だったかもしれません、うん、さあ、10番起きがやばい、いやー、裏切った、裏切りは非常にまずい。さあ、8、まあ、めくりでいくか。さあ、まあ、おっと、ガードしたか、エアスラ踏んでる、踏まされて、うわぁ、これはもうこの場合は他中盤で安定対決ですかね。他中盤は大丈夫ですね、うんうん、息の詰まる打ち合いからいきなり殴り合いになります。さあ、どうだ、あ、これは今まですね、早めに置いときました、早めですね、かなり小高用の早めすら、だったら当たらない距離ですからね。スラがうまい。さあ、スラ止め用の歩き投げ、投げ判断させない速さ。いや、実際 DJ あれ投げてなんか大攻撃ってビョルってパターン超多いんで、投げ2回、うん、なので、ね、あれかなり無理やりって2ターン勝ってるんですよね。なるほど、うん、3対6、なかなかガイルはそういうことないですからね。そうですよね。DJ 結構の継続自体が投げから無理やりやって投げ返しの何かに何か当ててピヨみたいな。なるほどなるほど。パターンが多いですよ。うわっと、ガードした、投げる、下がるが体力リード、フジモン DJ 現在3対6。これね、3以上離れるときついってね、私前に川端君に上演いただきまして、はあ、非常に追いつくにしてもこれ以上引き分かれるときついが、サビトミミス、めくりに行くか、さらっていなかった、ここ取りたいですね。そうですね、3以上離されるときついよと、スラをもらう、エアスラ出が早いここは投げに行くと見せかけてジャックすかしました。これはガイドペースになりましたね。なりましたね。しかしダメージ差があまりないので、ちょっと何か一発欲しいところ。おっ、これは一発入りました。サマー待ち、サマー待ち機能しまくってますね。特にね、これは時間なし。 UD の時は結構垂直に避けてから同行するっていうパターンだったんですよ、フジモン DJ は。あ、はい、だったんですけど、伊藤 DS のミスにかなり垂直見てからロケットやりたいというところで、どっちかと直接飛ぶ戦法を変えましたね。ここで変えてるのか。ただちょっとだからその分
あのリスクリターン高くなったんですけど、はい、このリターンを取りに行くっていうのを生かしてるんですね。うん、垂直避けて外部の攻撃が何も食らわないのには相当遠くでやる必要がありますからね。さあ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 、きついぞ。いやー、空対空している。フジモンが端は全て競り勝っている。3対7。垂直した後に誰が下がってれば、はい、その後、その後の前力をかなり作れるので、はい、垂直ジャンプってのも一つ正解ではあるんですけど、はい、その垂直ジャンプ見られたりすると歩き馬券とかでロケットやってっていう、うん、今回はかなりリターン重視できてるって感じですね。空中で勝ち合ったら俺の方が持たせますよという感じですね。あるし、ただあのサマー待ちさせる分ちょ打てる回数も増えますし、なるほど、画面端に行ける方も多いと思います。確かに、うん、打ち合いに作用するんですね、うん、その辺の組み立てで最高値してきたと思いますね。あ、うん、さあ、あのジャンプ中パンチは横浜勢におなじみ、飛び道具を踏みにくくするヒートジャンプ中パンチ、うん、あの小高大輔神髄さんがよく使ってました。なるほど、はい、投げ返し、これは頑張った、相当でかい。いやー、しかしここはミスっている。スライディングが当てたポイントによって、うん、先飛びをちょっと遅らせる必要があったりしますね。画面端は難しいですね。うん、さあ、あとはその服の削りだけでもきつい状況。しかし、スラの前まで寄ってきた。裏から最終、うまい。もう、で、ここは空対空。さあ、小高押し返して、4-7ですかね。4-7。いやー、いい勝負ですね、これは。さあ、しかし、今のところ、まあ、リターン勝ちしている。フジモンが試合は作ってると言ってる人めくりガードしますね、うん、素晴らしい。今の壊しマシンガンは結構頑張ってガードしましたね。壊しましたね。後ろに投げられてたら相当やばい状況だったんですけども、さあお互いやはり、おっと、すごい待ちにくなってきた。おっと、2発目さあ体力がないので、ここからの飛びはきついぞ。ああ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 あ、表になっ、表になっちゃったんですかね。今のはフジモンもあーという顔している、うん、常に接戦になりますよ。これはお互い投じ打った。サマー待ち、彼女ここまで読み合い勝って、はい、っていうところですよね。そうですね。逆にこの試合はこういう試合は取りたい。だがリターン重視来るぞ。うわ、二択が強い。おお、ずらしたのにずらしそう。さらにずらしてくる。フジモン流れを変えさせない 力強さがある。すごい。おっと、スペシャル。青田県もそんなにリターンはないんですけどね。そうですね、リードしてるときちょっと強いんですけど。おっと、ナイスタイオパッ、サマー待ち、ここで機能した。サマー待ちを、おー、ここでジャック待ち投げる刻んで投げる。こう遠くまで行きましたけどね。今あの得意のね二択スパコンもあったので、そうですよね。ちょっと投げにむしろ安定のスパコンかと思ったんですけど。4対8ダブルスコア。小高の画像がついに崩れるのか。崩れるのか。しかしサマー待ち。これはソニックのタイミングが若干変わったか。よく見た。
これは入れ替えずに追い返す。いきますね。おっと、だこれは投げて、チラシ押し。先ほどから投げを起点に一気に殺されることが何回かあったので、ちょっと慎重にやりましたね。中足中足はあのうまい DJ ほど通用するっていうかね、中足ソニックに対して歩きすらっていうパターンなんで、なるほど、しかして動いちゃって食らわせるんですね。これ中足食らってでもソニック打っちゃうとサバあのスラが当たるんで、あーなるほど、さあめくりはジャック逃げして位置入れ替えはいいんですが、リードしてるのか、おっとおっとあれだが、これでガイルリードか、間合いを詰めながら様子を伺う。そう、前歩き見て声変えましたが届かない。裏剣、裏剣、なるほど、これでこれはグラウトでしょ。しんどいですね。いや、身体を組み合わせなんですよねこれ。ソニックのヤスラも一発も見せれないっていうのもあるし、一発も見せれない。ベイクルの打ち合いもさ、お互いかなり、ね、激しく飛んでるので、はい、最速最速難しいと思うんですよね。最速で打ってると IC 対空しか落とせなくなるので、サマーマチを混ぜないところ、ね、これがない。これで読み勝ったな、このシアンドは取りたい。フジモンも歩いて水車に避け、さあ来た、おーっと、ただギリギリ当たらない。さあ須田はガードなんとかしのいでいる。サウジェンバッドドーン、苦し紛れのバックジャンプに見えましたが機能しましたね、うん、かなり落としづらそうには見えましたね今のは。DJ がソニックに対して踏み込みスライディングをするときに一歩歩いてしまうので、したためで落とすことができないんですね。突破できないですね、はい、さあ、うまいですね、よくぞスタブを透かしました。うおー、やっぱしゃがみ中、しゃがみ中狙われましたね。 DJ が埋めてきますからね。さあ、アンヨの削り合いでこのダメージ、画面端はほんときついですよね。しかし行かないわけにいかない。でもさっきまで投げが多かったんで、あー確かにこれね、あのプレッシャーがこう減塩をよぎるんですよね。なのでボタン押さなきゃっていう、あれね、よく読んだと偉い。さあ DJ リードで画面端突破し、おお、見てから差し返し飛ぶ、これは最後の夢どうなる、どうだ、裏手は、うわー、後ろソバットからのソニック。ここに来て2連勝。結構もう画面端で、ね、ね、はい、スラとかはもう5敗ぐらい返さなきゃいけないことがありますからね。マジで見せた時も、いや、あー今度はまた投げてきたか、この投げがね、よぎるんですよね。うまっ、最大最大はやべえ、歩いてガードしたのに下ため技が間に合っている。これはうまい、いやー裏切った、お投げる、小高ぶれない、自分を信じて、さあソニックが、ここは意地の張り合いか、さあ、まず来た、こんな時だけ打ってない、おっと、これはやばい、愛知、ここはガード、インパックスパコン、おお、さあスペシャル裏剣、スペシャル裏剣、さあ中足連打してソニック、あの距離は見えるもんではありません。
きのあれを食らったらもう様を打てないですよね。でかいですね。この中距離戦がさあ肘の張り合いしつつ最速とそうじゃないのもおりません。そうですね、さあサマー待ち見て垂直もちょっと待てようになりましたね。うん、あ、うまっ。うわ、ここでサマーさあ今のサマーは素晴らしい。おお、レディー渋い。さあどうだ、スラスラ、こいちゃん、あいちゃん、キック、ジェフ、キック攻防タイムアップがマイランド続きますね。7対8、7対8、追いついてきたぞ、まあ、よくね、あの隙に立って刺しましたね。そうですね、あれ残り、もうあれちょっとスカッと、あの話スパコンとか、あ、確かに確かにさあ、ジェフこれほど上を完璧で落とせるものなのか。もうソニックを打ち続けながらジャンピングキック、どうだ、しかし画面足だぞ、ペースだが橋はやばいぞ、ソニック打つ、うわ、今踏み込み勇気ですね。あそこまで踏み込めば相打ちじゃないですか。はい、本体に当てることができればってことですね。今のはかなり勇気の踏み込み。なぜ勇気が必要かというと、置きスライディングを食らうものなら即死するからですね。ね、うん、ここはさあ、ここだ、うわ当たらなかった、ムエタイしゃがみ強化、しゃがみ強化、やり返されたダメージが高い。痛いぞ、ここに入る、ここはどうだ、ふぅ、つなぎがこけないところあー、歩いてないてこてこ歩いてきた、スタブ、スカッタも見ていきましたね。遠すぎて逆に通るという相打ち、さあ、うぇー、投げ返した、マジですごい、マジですね。確かにね、DJ のスラは投げない判定は結構あるんですよね。確かに、そうなんですよね、うん、だからあれ、決意と投げ返したそのありとか、あと前歩き投げとかね。あー、歩きスラに対して前歩き投げは結構有効です。今のリスト一方型相当でかいですよ。でかいですよ、あとは相手でいい、だが厳しいところ、足が寄ってくる、橋が寄ってくる、バックダイエット、しゃがみ中パン、フジモンも踏み込みが鋭い、7対9、追い詰めたのはフジモン DJ、ここで師匠無敵カラーを選択、小高商店。さあもう色変えられないですからね。裏切った、今の裏切りは痛いさあ相打ちで、あの相打ちも見せれない、おっとここはツアイリーの幻影がつながたる、うおー、中盤すかし投げ、ここでその技見せるか、リーチをかけたフジモン、どうだ、ソニックス超痛い、超痛い、超痛い、飛ぶ飛ぶ、お、でかいぞ、そしてコタスペ、これで持ち返した、スラライディング、サブ、おー、できる、サーバーで返す、サブ当てるとギリギリ次の飛びにサマーが回り合いますね。あんまり今までサブ使ってないんですよね。あ、結構私なんか使っちゃうんですけど、
スラスラ投げる投げ返した投げ返す超でかい。しかし、フジモンここからまた詰め直すだけ。大足よく大シュッター。前の把握が完璧。しかしフジモンもダイソニック爆笑というかなり冷静ですね。そうですね、うん、まだまだ余裕がある。おーっと中足一発中足。これでいやしかしおーさあ全身中足肩が折れない。8対9、最終戦にふさわしい熱さになっております。さあここでソニック投げ、コタカ折れてないと証明する強気な雑魚が。フジモンも前やり気をやめない。先ほど言ってたサマフチ、よく待ったよく待ったら今うわー、いやいや投げ先ほど投げ、うわー、スペスラに当たりましたね。そして飛びも一発、あ、イエチ裏切らない。我慢した、ちょっと我慢した今すごい間に合わないと判断したのがすごい、よく我慢した。スパコンを出してたとしてもガードできるようなタイミングで落とせましたね。よく、しかしスタブにしゃがみ大キックガード使ったところに中足。さあお互い右の振り合いどうだ、あー出ない飛ぶ。さあしゃがみ中盤が下段になるので、あ、そうですね、一発ヒット踏まない、一回距離取って裏切らない、うわー、しかしこれは減ってない、相打ちでダブル KO。すげー減りますね、ジャンプキック。まあ、おお。さあここでまだ様持ち。うわ。すごい判断。あ、コタスペ狙っていく。我慢した。しかし、ちょっと遅らせてくる。飛ぶがー。もう一回。下げ飛びかな。おお、あらあらあら、おお、しかし歩き前歩きをやめない。スファイナルラウンド。どう？あの距離で。リフトアップ。あ、かなり押し返しましたね。おっと、これ厳しいところ、止まない。飛び入る。飛びが通った。我慢した。ソニック。おお。ソニック2発。これはでかい。中足中足。ここは我慢。どうだ。おお、おっと。スタブ。おお。これは効いた。しゃがみ込む。後ろ下がった。なんという判断だ。よく9対9出した。今のは、まあ、運もいいですね。いやー、そしてバットラストマッチ一下げです。前スマット、開幕スマット、ここに来て裏切らない、乗せていく。さあこの前だ、もう来たか、ちょっと早まった、我慢が効く。サマー待ち、待ってる。このサマーは非常に でかい。ここの最終試合で持ってきたウォータースペース、踏まれ、しかし神足だぞ。うわー、中足、勇気の中足。さあコタカが締めるのか、リーチをかけた。さあ意地の張り合い、
どうだ、どっちが飛ぶ、仕掛けたのが飛んだ、しかしジャックアチ先取り投げる、我慢した中足、サバ待ってる、ここでこの10先の決勝対サバ待ちが裏剣ヒット、スルーシュートアット、おー投げー、おー飛べろはい、すごい試合ありがとうございました。ちょっと本当神様ありがとうございますって感じで、もう2人とも、ね、本当感謝したいですね。いや本当に多分視聴者のみんなもすげえドキドキしたと思うし、僕も本当になんか格ゲーやっぱこうめちゃくちゃ熱くなりました。本当にお二人ともお疲れ様です。本当いいもん見せてくれてありがとうございました。じゃあちょっと一応感想を聞きたいんで、じゃあフジモンからちょっと一言お願いします。あ、はい、フジモンです。まあ結構いろんなガイルの人にスパー付き合ってもらったんですけども、ごめんなさい、負けちゃいました、申し訳ないです。ただやっぱり小高商店すごい強かったし、まあ僕もちょっと接戦で負けてめちゃめちゃ悔しいんですけど、まあやっぱり負けは負けなんで、まあ、素直に彼の方が強いっていうのをね認めた上で、本当に対戦してもらって今回の、ね、10先受けてくれてありがとうございました。乾杯です。ありがとうございます。いや、そうですね、まあまあ、ちょっと真面目な話になっちゃうんですけど、まあそうですね、日本がこういう非常事態になっちゃって、まあそういろいろ考えたんですけど、やっぱひとときもね、ストツとガイルはね、まあ、離れることはなかったんですよ。っていうかできないですね。まあその思いを込めてやったし、で、まあ、これは獣道じゃないんですけど、まあ、過去戦った、そうですね、アニケンさん、伊藤さん、クライさん、まあ、これ負けちゃうと、まあ、その3人分負けちゃうっていうのも今あったし、まあ、ちょっとまだ公表っていうかまだ分かんないですけど、この先の獣道の対戦相手の方にも負けちゃったら、ちょっと、そうですね、まあ、ちょっと複雑なっていうか、ストーリー的につながらないと思って、まあこれちょっと負けられないっていうのは、まあ毎回なんですけど、まあすごいありましたね。でも過去この獣道から始まって、フジモン DJ はもう多分一番強かったですね。ちょっと試合前に愛はないって言ったんですけど、まあすごい心に刺さったんで、またちょっとやりましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、じゃあ2人にもう一度盛大な拍手をお願いします。はい、ということでですね、今日、スペシャル FT10、 まあ小高なんか特に本当リスクマッチだったのにね、受けてくれて本当ありがとうございました。イベント自体はまあ今9時25分、ちょうどいいぐらいですね、時間的に終わりましたし、僕的にもね、すごい楽しめました。多分配信見てた方めちゃくちゃ面白かったんじゃないですかね。いや本当良かったです。あ、やっぱ